ビスカヤ航路は、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオに本社を置いていた、鉄鋼メーカー。1902年、ビルバオ航路を製鉄、ビスカヤ金属工業、イベリア株式会社が合併して設立された。20世紀の何十年かにわたって、スペイン最大の企業だった。アルセロールミッタルの前身の企業の一つである。16世紀半ばのバスク地方には、 約400の火事場があったことが記録されている。ビスカヤ県は石炭や鉄鉱石の交渉に恵まれており、また天然資源の輸出港としてビルバオ港があった。1848年にはサンターナ会社によってビルバオ郊外のプルエタでバスク地方発の航路が稼働を開始した。1854年にはイバーラ兄弟によってバラカルドに航路が建設され、 この航路は1882年のビルバオ航路製鉄の元となった。1882年には、セス島に航路と圧縁機を備えたビスカヤ金属工業が創業した。また、エチバリア家とゴイティア家によるブリキ製造のイベリア株式会社が存在した。1902年4月29日、ビルバオ航路製鉄、ビスカヤ金属工業、イベリア株式会社が合併し、 ビスカヤ航路となった。ビスカヤ県には、他地域から大量に労働者が流入し、ビスカヤ航路は、スペイン全体の約60%の鉄を製造した。1930年代後半のスペイン内戦時には、ビルバオを含めたビスカヤ県全域が、反乱軍の支配下に入ったが、バスク自治政府のホセアントニオアギーレは、ビルバオ退却の際に、工場軍の破壊を行わなかったため、 この地方の産業は基本的に無傷で残り、ビスカヤ県の多くの自治体、バラカルド、セスタオ、ポルトゥガレテ、オルトゥエイリアなどの経済発展の原動力の一つとなった。1924年には1万人、1967年には1万5千人もの従業員を抱えており、1970年代には1万3千人を雇用していたが、1980年代以降には、 鉄鋼業企業の業界再編の流れに入った。1991年には、スペイン国有のエンシデサとが合併して、CSI を形成し、1994年12月には、CSI グループが設立された。さらに1997年には、アセラリア鉄鋼業企業に再編され、2001年には、アセラリアがアルセロールとなり、2006年には、 アルセロールがミッタルと合併して、ルクセンブルクを本拠地とするアルセロールミッタルとなった。ありがとうございます。